山形一家3人殺傷事件。2006年5月7日の午前3時頃、山形県飯豊町にあるカメラ店を経営していた一家に一人の男性が侵入し、いきなり刃物で襲いかかりました。父親と長男が顔や胸を刺され死亡。母親は刺されながらもなんとかその場から逃走し、お父さんが殺される、助けてと119番通報。当初犯人に心当たりはなく、襲われた理由はわからないと話していました。それから約7時間後の同日午前10時頃、現場から数百メートル離れた山林の中にある神社で血のついた男を警官が発見。すぐに話を聞くと容疑を認めたためその場で逮捕。逮捕されたのは伊藤義信、当時24歳。なんとこの人物は襲われた一家の隣に住む桃園の親戚にあたる人物でした。逮捕された彼はその動機についてこのように話しました。長年の恨みがあり、自分が受けた屈辱を思い知らせてやりたかった。その恨みの強さを裏付けるように、一家の父親と長男は胸や腹などを数十回刺されて死亡し、母親は脳挫傷を負うという重傷。その中でも特に長男は顔を重点的に殴られたような跡があり、原型をとどめていませんでした。彼は一体どのような恨みを抱いていたのでしょうか。彼の供述に基づいた内容にはなりますが、もしこれが本当だったのであれば、殺してやりたいと思うほどの強い恨みを抱いてもおかしくはない内容でした。その主な屈辱とは、繰り返し性的なことを強要されるなどの凄まじいいじめだったのです。いわゆる田舎の小さな集落で起きた驚愕の事件。事件の発端は犯人と一家の長男の関係であり、幼い頃は幼馴染として仲良く遊ぶ仲だった二人。しかし、小学4年生から卒業までの間に次のような性的ないじめが始まりました。電話で呼び出され下半身の露出を強要される。G 行為を強要される。精液を飲ませられる。その時は彼はこれらの行為の意味は分からなかったそうですが、中学生になりその意味を知って悔しさがこみ上げ、それでもやり返すことはできず自傷行為に走ったこともありました。犯人の母親はこの頃の彼について、この長男に何度も呼び出されるようになってから息子が何度か泣いているところを見た、家にこもりがちになったと話しています。その後彼は他人と距離を置き、人が笑えば自分のされたことを知っていて笑っているのではないかと思うようになり、怒りが湧いてくるような体調の変化を覚えるようになります。それでもなんとか中学、そして地元の高校を卒業した彼はついに地元を離れ上京しました。東京のコンピューター関連の専門学校に通うことになりますが、それでも相変わらず変調は続き、体調を崩すたびにいつかは殺してやるという気持ちを募らせていました。また彼はこの頃にもう性的暴行をされたくないという気持ちから、本件で使用することになる刃物を護身用として購入しています。少し余談にはなりますが、本件で使用された刃物はブラック忍者ソードと呼ばれるもので、全長が約70センチ、刃の部分が45センチにわたる特殊な刃物。本件後はその危険性が問題視され、銃刀法違反の取り締まり対象になっています。そしてその後彼は実家に戻り、山形県内にある電気会社で働くことになるのですが、実家に戻った後も胸の苦しさを訴えたり、胸を拳で叩く、床やコンクリートを叩くといった行動をとり、いつまでも変調が抜けずに苦しんでいました。いつまでこんなことが続くんだ、あいつのせいだ、あいつが全部悪い。彼の復讐心は収まるどころか、むしろその恨みは増幅していきます。そしてこの頃、彼を犯行へと決定づけることになったかもしれないと言われるある事件が起こりました。なんと被害一家の長男が婦女暴行事件を起こして逮捕されたのです。彼はこの時、捕まってざまあみろという気持ちとともに、その事件が性的なものであったことから、またしても自分がされたことを思い出し、そして今まで以上に苦しんだと言います。そしてそれから数年後、この長男は社会復帰し、さらには結婚することが決まりました。そのことを知った彼、体の変調はますます重くなり、ついに長男を殺すことでしか、その憎しみや悲しみを晴らすことができないと考えるようになりました。そして迎えた2006年5月7日午前3時頃、彼はこの時間、プラモデル作りなどをして過ごしていましたが、シャワーを浴びて就寝しようとした時、いつものように胸が締め付けられるような体の変調が起こり、自分が受けた屈辱を思い出します。止められない長男への殺意、ついに彼は犯行を決意し、長男殺害に向け動き始めました。午前3時20分頃、ビニール手袋と軍手、ブラック忍者ソードを持ち彼は車に乗りました。家は隣同士でしたが、彼は長男の家とは反対の方向に走り、徒歩で5分くらいの距離にある駐車場に車を止めてから長男宅に向かいます。家に到着すると長男の車があることを確認。そして田舎ゆえか、
玄関には鍵がかかっておらずそのまま侵入。家の中は豆電球がついており、家の中の様子がわかる状態でした。彼はまず、玄関すぐ隣の部屋に入ると、小柄な二人が寝ているのを確認します。その寝姿から両親だと思い、彼は振り返って出ようとしました。しかしその時、誰？という女性の声で呼びかけられます。振り返るとギャーと叫ぶ母親、その声で父親が、なんだと起き上がり近づいてきました。するととっさに彼は、父親の胸や腹のあたりを刃物で何度も突き刺しました。そしてその後廊下から、うわーという男の声が聞こえ、その声の主が長男であると確認。一気にこれまでの怒りや憎しみが吹き出した彼は、そのまま長男に近づき、刃物で一気に襲いかかり、腰や上半身を何度も刺しました。またその時に、引き離そうと近づいた母親に対し、頭を切りつけたのですが、その隙に長男が起き上がってきたため、頭や顔をさらに殴る、蹴るなどして殺害しました。その後彼は頭の中が真っ白になり、車に戻った後、山の中へと車を走らせました。しかし途中でタイヤがパンクしたため、徒歩で山奥に逃げようとします。この時のことを、後に彼はこのように話しました。山道を歩きながら、苦しみからやっと解放され、恨みが晴れたと実感した。そして同日の午前10時、冒頭の通り、警察が彼を発見し逮捕に至ります。本件発生から約11ヶ月後の2007年3月30日、初公判が始まり、検察側は本件発生の原因として、いじめや性的暴力が関わっており、その恨みによる犯行であることに異論を唱えることはなかったものの、関係のない父親、母親にも危害を加えたことは、反社会的な性格を象徴しているとし、彼に対し死刑を求刑しました。これに対し弁護側は、被害一家長男の両親に対しては、もともと殺意はなく PTSD に罹患している可能性を挙げ、さらには被告本人も裁判を通し、ご遺族や被害者の気持ちが分かった、一生償っていきたいと謝罪の姿勢を見せ、死刑回避を望みます。約2ヶ月後の5月23日判決公判の日、山形地方裁判所は彼に対し、無期懲役の判決を下しました。この判決について裁判長は、PTSD が少なからず疑われる症状であったとした上で、責任能力については冷静な思考を保っており、計画性があったとして、彼の責任能力を認めました。その一方で、過去の経験が人格形成や殺意に大きく影響していたことは否定しがたい、更生の余地が全くないとは言えないと話し、そして最後に死刑判決も考えた、その意味を考え、今後につなげてほしいと彼に伝えました。その後、6月4日に山形地検は仙台高裁へ控訴。後に弁護側も控訴しますが、2013年1月15日、仙台高等裁判所は双方の控訴を棄却。被告は上告しますが後に取り下げ、伊藤義信被告の無期懲役が確定しました。壮絶ないじめを受けた復讐による犯行。本件を一言で表すとこうなりますが、彼の PTSD の症状や被害長男の婦女暴行事件を考えると、そう単純なものではないと感じます。しかし願わくばできれば違う解決策がなかったのかと悔やまれます。山道を歩きながら苦しみからやっと解放され、恨みが晴れたと実感した、そう語った彼は今何を思うのでしょうか。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。